を蔵で行いまして、こちらの今皆様がいらっしゃる場所は貯蔵用のタンクが置いてある蔵になっておりますので、ここにはすでに出来上がったお酒が貯蔵されております。1つのタンクに大体8000リットルぐらいお酒が入るんですけれども、そのタンクがかなりたくさんありますので、まず1年分のお酒がこの蔵の中に保管できるようになっております。今年のお酒、約第1号が絞り上がったところですので、そのお酒もタンクの中に入っておりますけれども、ほとんどがまだ去年のお酒になります。お酒というのは冬場の寒い時期にしか行いませんので、冬の間に1年分を作ってしまって、こちらのタンクの中に、貯蔵をして、1年かけて販売していきます。去年のお酒で大体来年の3月ぐらいまで販売するだけの量が、まだ残っておりまして、で今年のお酒もどんどんと出来上がってきますので、タンクの中には今年のお酒と去年のお酒とという感じで保管される時期が、この後続いていきます。で、知らない間に、去年のお酒から今年のお酒にこう切り替わっていくということになります。そこでこう味の変化があってはいけませんので、そこで変化をしないように、お酒というのはうまくブレンドをして出荷していきますので、お客様のもとに届いたお酒が新酒なのか去年のお酒なのかっていうのは分からないようになっております。分からないようにするのが、蔵の仕事になっております。それでは、足元を気をつけて。